ナオミクラムへ。今回ですね、私はニューヨークに1ヶ月半お仕事で行っていたんですけども、この動画は機内そして14日間の自主隔離の様子をギュギュッとまとめた動画になっております。久々のニューヨークにね、ドキドキだったんですけども、それ以上にこの動画は私の初編集動画になっております。そっちの方がドキドキのドキドキなんですけども、最後まで皆さん楽しんでいってください。は、寝る前にさ、いろいろ考えてたんだよね。明日は朝7時ぐらいに早起きして、パッキングの様子とか動画に収めて、そこから機内のルーティーンで到着しましたみたいなおしゃれな動画を撮って載せたら、みんな喜んでくれるんじゃないかなと思ってワックワクで寝たので、明日はいろいろやるぞと思ったら、見て、大遅刻、大寝坊、7時どころかもう10時に起きてさ、そこから急いでパッキング。これが私の悪い癖。そうなの、当日にねパッキングをするのよ。だからいつも何入れてるか分かんないの、もうテンパってるから。で、後々確認したのね。そしたらなんか5セットぐらいパジャマ履いてて、え、いるっていう、そんないらないだろうっていう。まあそんなことも分からずに、もう走った、とにかく空港まで走りました。車ですけど、車飛ばしていきました。もう泣いてる、半泣き状態で行ったんだけど、まあ、もちろんね、スタッフの皆さんは優しい方ですよ。全然時間間に合いますよ、大丈夫ですよ、こちらにパスポート出してくださいとか言ってくれてるんだけど、その優しさが感じるわけだから、余計自分をさ追い込むわけよ。なんなのって、なんで私はいつもこんなギリギリなのよって思いながらさ、超バッと入ってたの。まあ、その中でもちゃんとさ、荷物を置いたりとかさ、自分で運んだりとかしてたんだけど、それでもなんなのって。これもしかしたらさ、なんかこれからの入浴生活もやばいんじゃないかと、出花くじかれたどころかくじいてしまった、どうしようって落ち込んでたら、見て、なんとね、空港のスタッフさんが私にサプライズで誕生日プレゼントをくれたんですよ。用意してくれてて、おめでとうございますって言ってくれて、こんなさ、ギリギリに来たさ、お客さんに笑顔で渡してくれるって、こんなことありと思って、なんだ今日はバッドの日じゃなくてラッキーな日だったんじゃーんって思った朝でした。お騒がせしました。はい、ということで映像はこの機内からのスタートになります。すいませんね、私の汚い絵の紙芝居からスタートしまして、さあ私はですね、去年ニューヨークと日本を行ったり来たりしたおかげでマイルがとんでもなく溜まっておりました。なので今回はマイルでファーストクラスに乗ってニューヨークに行きます。ちなみにファーストクラスは私一人だけでした。そして皆さんご覧ください、このバカでけえテレビ。さすがファーストクラスじゃない。これで映画見るとさ、本当に映画館で見てるんじゃないかっていうぐらい、もう大繁盛。大繁盛って何ですか？大臨場？大ハード？ちょっとわかんないわ。ごめんね、言葉わかんない。夕日が綺麗だな。夕日が綺麗。さあ、ということで、このかわいこちゃんがいろいろ機内のご紹介をしていきたいと思います。まずはこちらでございます。バビョン！アルコールシート、はい、こちらね何枚かいただきまして、気になるところがあればこちらのアルコールシートで拭いてくださいと。で、使用済みのものはこの袋に入れて私たちに渡してくださいという、まあ、素敵なサービスをいただきました。まあ、もちろんね、自分でもアルコールシート持ってたけども、こちらのアルコールシートを使用してきれいにさせていただきました。さあ、そして皆さんお待ちかね、これファーストクラスのね、食べ物のメニューなんだけど、左側が和食のコースで、この右側が洋食のコースで、すごい量だよね、半端ないよね。あ、すいません、ちょっと飛行機が揺れてるということを顔で表現させていただいております。これね、やっぱさ、ファーストクラスのご飯ってどんななのって気になるよね。だから、あ、ちょっとまだ揺れてる様子ですね。ただカメラの性能が良すぎて揺れてるのが全然伝わらないっていう。さあ、続いてはですね、私も初めて見た資料でございます。これをね渡されたんですけども、これはアメリカに入国するときに書く自分の体調のことだったりとか、個人情報、電話番号、メールアドレス、日本に住んでる住所、アメリカの滞在先だったりとか、細かく書く紙になってましたね。これも後ほどね詳しく紹介したいと思います。さあ、間もなくお食事の時間がやってまいりますよ。はい、前菜ですね。ちゃんと感染予防の上になんか透明のやつかぶってた。
そして黒い茶色い棒ですね。待って、語彙力なさすぎない？スティック、食べ物、食べ物です、どっちも。さあ、そしてファーストグラスといえば高いお酒をね飲む楽しみもあると思うんですけども、私は普段お酒を飲まないので、このファーストグラスの中で一番高そうなジュース頼みました。はい、前菜のキャビアとチーズの何か。はい、そして大好きなお肉を食べながら映画を見ました。もう贅沢だよねファーストグラスって。でこのね、映画をね見てたんだけど、ちょっとグロい内容だったのよ。だから食事がちょっとなかなか進まなかったっていうのもあるけど、さあこれが一番伝えたいファーストクラスのすごいところって、この座ってる椅子がねベッドになるわけですよ。でキャビアテンダントさんがこの布団を持ってきてくれてセッティングしてくれるんだけど、なんとこれ扉が閉まります。で個室でゆっくり人目を気にせずに寝れるっていう、ただただ贅沢な睡眠をさせていただいたんだ。はっ、うん、お、や、あい、あ、着いたよ着いたよ、アメリカの上に着いたんだ、まだ空港には着いてないけど、うん、あ、あ、あさあということで目覚めました。これね、顔洗って歯磨いて手を洗っていろいろね準備しましたけども、もうなかなか目が覚めない、まあ、低血圧は関係ないと思うんだけども、低血圧なのよ私、こう見えて。だから寝起きがいつも最悪、1時間ぐらいぼーっとしてるからね。でも今日は撮影しなきゃと思って頑張って目を覚ましております。ちなみに先ほど朝食は済ませました。朝食は和食の方にしまして、ご飯とお味噌汁と何かを食べたかな。それを食べたらちょっとずつこう目が覚めてくるっていう感じですね。さあまだまだ仕事は残ってますよ、大事なやつありますからね。あ、もう外は映像大丈夫です、いらないです、もう十分見たんでいらないです。はい、ありがとうございます。さあこのね、さっきのヘルスケアチェックね、あったでしょ、あれがね全部英語なのよ。英語だからちょっとキャビンアテンダントさんに通訳してもらいながら書きました。これはすごく重要です。書いたものは空港についてポストに投函するんですけども、次の日から毎日電話がかかってきます。今温度はどれくらいですか、体調は大丈夫ですか、ずっとホテルに滞在してますかとかってくるので、これは間違えないようにゆっくり書きました。さあということで到着しました、ジョン・ F ・ケネディ空港。あんまり人はいなかった、うん、やっぱりこの時期だからですね。荷物を受け取るところもあんまりいなかったし、入国審査、あそこはもういつも長蛇の列なんだけど、ほぼほぼいなかったですね。ほらタクシーもあんまりいないし、まあ、私はねお友達にお願いして迎えに来てもらっているんですけども、さあここで私の飛行機ファッションチェックタイムでございます。朝寝坊してますからね、わけわかめな格好で着てます。スカート履いてサンダル履いて、でこのでっかいリュックの中にカメラとか機材いろんなものを入れて手持ちで持ってきました。斜めに下げてるのはフェンディのねビーズのバッグなんですけども、あのちっちゃいバッグの中にカメラのバッテリー入れてます。さあそしてマンハッタンが見えてきたと思ってテンション上がって動画撮ったんだけど、思いっきり手前がお墓だったっていうことに編集まで気づかなかった、映像も入れておきますさあ来ましたよ。今回はですねホテルに泊まるんですけども、こちらダンボという地域に来ました。ブルックリンのね川沿いにある場所なんですけども、ダンボといえばこのブルックリンブリッジがでっかく見える自然豊かな地域でございます。まあ、2週間ね隔離をするので、まあ、ちょっとねこの自然の香りを窓から感じたいと思いまして、ダンボを選びました。さあホテルに到着いたしましたよ。このホテルはすごい若い子たちに人気で、結婚式を挙げてる人がたくさんいました。はい、こちらがロビーなんですけども、まあ木だったりとか植物が至る所にたくさんある自然なホテルでした。ここのねロビーの奥の方もこれすごい可愛いよね。やっぱね緑が恋しくなりますよね、都会に住んでるとね。さあお部屋の紹介いきます。玄関入ってトイレを越えてお風呂場を越えてベッドルームに行ったその先、大きな窓のその先にあるのが
バーブワンブワンブワン、マンハッタンとブルックリンブリッジがバーンとありました。そしてその先にあるのが自由の女神です。曇りだからね、よくわかんないと思うから晴れバージョンも撮っておきました。これ朝7時ぐらいかな。見てこの綺麗な景色、こんなんでさ朝起きたらさ一日中頑張っちゃうよね。ほんとこれも贅沢な景色でした。はい、奥の方にね自由の女神もいますよ、こんちくわつって。さあ続いてお風呂行きますか。お風呂、このね湯船っていうのはなかなかないのよね、アメリカに。でこのホテルでも唯一この部屋だけかな、湯船があったのが。でやっぱ運動もしないし外にも出れないですから、だからせめてこの湯船には入りたい、湯船で体をちょっと温めて運動の代わり汗かいてやりたいなと思って湯船がある部屋を選びました。すごい大きいし綺麗でしたよ。さあそして注目ポイントはこちら、あのねこちらのホテルは部屋にお水、ペットボトルのお水がないんですよ。その代わり浄水器が各部屋についているので好きなだけいつでもお水が飲めるという、でペットボトルが出ないエコなホテルでございました。さあ続いてはリビングですね。リビングもね結構木がいっぱいふんだんに使われているようなリビングだったんですが、やっぱこっちもねでっかい窓がたくさん奥にもありますから、これ曇りですから晴れバージョン撮っておりますよ。晴れたバージョンだとこちらでございます。ほら見て、このブルックリンブリッジの全部端から端まで見れるんだよ。いいホテルだよね、緑もあるし川も見えてね、中にいても外で散歩してるような気持ちにさせてくれるようなお部屋でした。でこっち側にね見えてるかな、下にこうハンモックがあるんですよ。なのでハンモックでゆらゆら揺れながら作業をしながら本を読んだりとか、まあ、ちょっとそれは嘘だけど本読まないから、なんかすごいまったりリラックスした時間を過ごしました。さあ続いては2週間の自主隔離の様子をギュッとまとめました。さあ食事なんですけども、ホテルのルームサービスやレストランは営業しておりませんでした。パンデミックを防ぐためということなので、だから基本ね出前です。出前を頼んでフロントに届けるようにして、で届いたらフロントから電話がかかってきて私たちがフロントに行って取りに行くというシステムになっていました。今取りに行ってる最中なんですけども、帰ってきました。バービョン、マクドナルドを食べるよ。この時はねニューヨークの時間朝8時9時ぐらいかな。やっぱ朝マック最強だからね。はい出ますよ。まずは飲み物、でかい L サイズです。こちら L サイズのアイスティーを頼んで、ハンバーガーも2個ぐらい頼んだかな。はいこちらご覧ください。やっぱ本場のマック食べたいじゃないですか、私大好きなのよマックが。で今回2個頼みました、腹減ってたからね。2個ハンバーガー頼んだのと、あとはなんかちょっとねいろいろケチャップとかね、ハニーとかランチソースとかいろんなのが頼めたから、それも頼みました。このいろんなソースが他にもあるんだけど、お店によってはねただでねくれるんですよ。このお店も無料でした。これ塩ですね。こういうのをいろいろ頼みながらアメリカのマックを楽しみたいと思います。あとこれねでっかいアイスティー、これ飲むのに5時間かかりました。でこのハッシュドポテトにいろんなソースをつけて食べたんだけど、このランチっていうのがアメリカ人に人気なんだって。つけて食べてみたらめっちゃ美味しかったから、お試しあれ。はい出ました、バカでけえハンバーガー。これはさ日本でもあるあの甘みのあるさパンのさやつあるじゃん、朝マックに。それにこのアメリカの出前はすごいのが、この中のお肉とかチーズとか自分で足せるのよ。1枚2枚足しますみたいな、このカスタムができるのがいいよね。で頼んでおいた蜂蜜をこのハンバーガーにぶちかけて食ったのよ。もう最高、甘じょっぱさが最高だから、アメリカ行った時はぜひやってみてください。だから私お肉をね3枚とか4枚にする時もあります。もちろん値段は張るけども。さあ続いてね、よく日本にもあります朝マックの定番、なんとかなんとかです。ちょっと名前が出ない、なんだったっけ、マック、朝マックなんだったっけな、ちょっと思い出せないんで、チキン、エッグマフィン、マックマフィン、エッグマフィン、チキン
チキン入ってないのよ。皆さん調べてください、ご自身で。はい、ごちそうさまでした。さあ、こんな感じでね、ご飯を出前で頼んで食べたりとか、夕日が落ちていく姿をただただ何時間も見たりとか、まあ、YouTube 見たりとか、あとこの隔離が終わったら何するかっていうトゥードゥーリストを作ったり、あと収録をしてました、レギュラーの番組の。でそこでもっとなんかやりたいなってひらめいたわけですよ。その時に、そうだ、このニューヨークの綺麗な景色をバックに生配信やろう、 YouTube のマイクだったりとかいろんな機材を持ってきたから、それを開けてやっちゃおうと思って考えました。はい、こちら買ったマイク全部日本から持ってきましたよ。日本で買ったものを持ってセッティングします。はい、ちょっと壮大な音楽とともに私の機械音痴が出てきましたが、もともと線が違ったのよ、買ったやつが。このオスメスじゃないとダメなのに、変な棒ついてるやつ買っちゃってるからさ、どうあがいても無理なわけなのに、こうやって無理やりさ、刺さんないやつ刺したりとかさ、してた映像だったんですけども、これね、刺すところも全然違うのに一応試すという、私ので、結局その線がないとできないから、友達に、ニューヨークの友達に買ってきてもらって、無事この間の生配信が完了したということでございます。はい、私がなぜこの家に住んでいるのか、なぜホテルから出ているのかも、この間やったね、生配信のところでトークしていますので、その続きはそのトークの方を見ていただければと思います。本日も皆さん見てくださりありがとうございました。おんおん、さあ行きましょう、皆さんも一緒に。はい、チャンネル登録よろしくね。あ、グッドボタンも押してって、いつも忘れるグッドボタン、みんなの心にグッドボタン押して押して、グッドグッド、ぐーっと奥までグッドボタン押して、チャンネル登録も絶対押してほしいんだ。チャンネルチャンネルチャンネル登録、グッド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 ボタン、グッドグッドグッド押して、グッドボタンを押してって、そうやっていつも押してくれるとやっぱ